はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングボスト9-2021ライブ配信始めていこうと思います。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、ぜひチャットコメントぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please。 この動画のアーカイブ YouTube で2日後、ですので10日21時にプレミア公開いたします。ぜひそちらもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel upload two days after premiere live. My YouTube channel, channel subscribe do and good button please. はい、そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております、チャット欄にアドレス記載してます。ぜひ見てください。YouTube、X のアカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX、My アカウント、Please follow and リポスト and good ボタン、Please。はい、今回は9月1週からです。ブラックキャビア、買ってほしいです。あ、天の蓮舫だ。レジネッターはいるんだが、送り人、キンランド勝ちましたが、9月1週か、まあ行きましょう、ネクスト。ちょっと待ってくださいね。フォアゴーステークス、天の勝ちタイヤ、一番人気となっておりますが、124。バイオシェーバー、なんだこれ、よくわからないんですけど、4番人気なのか。あとビッグドラマあたりも人気ですね。さあ逃げ馬がちょっと3頭いるのでペースが乱されないか心配です。レース行きましょう。サラトガ競馬場 G1 フォアゴーステークス、ダート 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際します。いよいよ発走です。スタートしました。それでは先頭から、先頭は天の勝ちタイヤ、短期の逃げに持ち込まれましたがね。それに続きます。すぐ後ろにマジェスティックパーフェクション並んで、12番バイオシェーバー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ最強王者天の勝ちタイヤ、アーモリアルラバー、ほとんど差がありません。マジェスティックパーフェクション3番手、さあ天の勝ちタイヤ、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天の勝ちタイヤ先頭、2馬身から3馬身引き離す。さあ内から来てるぞ。あ、でも差つまらない、勝ったな。頑張れるか、とてつもない強さ、やりました。マジェスティックパーフェクション天の勝ちタイヤ、1着天の勝ちタイヤ完勝、2着はマジェスティックパーフェクション、3着にビンヤードヘイブン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の勝ちタイヤ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ今年いっぱいでもう引退を余儀なくされる年齢のために、天の勝ちタイヤがしっかり勝ってくれました。続いて天の冬ソナがウッドウォードステークス出走、こちらも一番人気116点か111点のアフリカンニコルらがいますね。あと6
イクストラ、この辺りが結構怖いが、2番人気はキアニスペールか。3番人気がマインザットハート、4番人気はプラムエイディか。さあレース行きましょう。ウッドウォーサートア競馬場 G1 ウッドウォードステークス、ダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ケアミスペール、コースタート、アムールクリスマス、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してケアミスペール花に立ちます。その後ろからはアムールクリスマス、この馬も上がっていく構えです。さらにはアマノフェユソナ、古豪ウォールクウェストアーティカナ、その後ろアマノフェユソナ先手を取りました。これに続くのがオーバーコールパーキング、少し間が空いてスピンコーラル、内からはブラムエイビー、その外からアフリカンニコル、サーストンベンチア、それに続きます。並んで G1 番ちょっと下がっていきますね。内かウエスタースワーブ、パーティーロビン、すぐ後ろその外にマインザットバード、しんがりからサートンビレッジ、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ケアミスペール、アムールクリスマス、ほとんど差がありません。間を挟んでオーバーコールパーキング、3番手アマノフェユソナ、いい位置、安城の豪サインに応える。さあちょっとどうかな、前に行く馬順調に動いてる感じがありますが、さあ上がってきたぞアマノフェユソナ。さあ内か先頭に出てるが、外か吸収する馬もいる。なんとか勝ちましたフユソナ。2着はブラムエイビー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノフユソナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。7歳牝馬か。 G1 2連勝となります。続いてスプリントカップ、ブラックキャビア登場です。このスプリントカップはヘイドックパーク競馬場ですね、イギリスの。こんなレースあったっけ。圧倒的ですね、勝ちを。マルシャンドールが出てますね。勝ちを積み上げなきゃいけませんレースです。ヘイドックパーク競馬場 G1 スプリントカップ、芝 1200m を電撃戦です。おそらく直線競馬になるんじゃないでしょうか。こちらイギリスのヘイドックパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オフショアフレンド、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。悪くないスタートです。オフショアフレンド、ブラックキャビアも。続いて前へ行くのはグッドネズラベンダー、さらにはシェイクシリック、6番プライマルバックファインダー、その後ろ先手を取ったのはグッドネズラベンダー、これに続いてタームクライマックス、好位置をキープしています。ブラックキャビア、ビエユキャプティブ、そのうちに続いています。内からはストリートサデア、内からはアンブライドルズリガー、その外にプロフェシーナポリ、すぐ後ろにサファイアイコーディフ、これに続くのがマルシャンド。さあ、まあ、先頭だが長い直線、ここからどうか。日曜王者、あ、ブラックキャビア抜け出しましたね。200メートルを通過して先頭は変わってブラックキャビア、2番手はぶっちぎった。ブラックキャビア圧勝です。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はマルシャンドール、3着にサファイアイコーディフ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。9馬身差、 G1 3連勝です。
いいえ。方位からしっかり抜け出しました。さあ、バーデン大将、天の世界に離れです。1番人気124、110台が2頭、特にエフィシエントが2番人気で、かつやっぱりレーティング適用に2位で、脅威になってきます。レースいきましょう、バーデンバーデン競馬場 G1、 バーデン大賞は芝 2400m クラシックディスタンスです。こちらドイツのバーデンバーデン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。米カバの好スタートを切りました。複雑は形状の競馬場ですが、一周回るだけなんだろうな。続いて前へ行くのは米カバの、さらにはミッドデイ、12番ラインナップザインポート、その後ろビジオンデタ、先手を取りました。ナインセンサー、それに続いていますデンジャラスナックル、すぐ後ろその外からハービンジャー、天の世界ハビンジャーがいる。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。これに続くのがエクストラデライト、ティルトパティ、上がっていきました。並んで14番アンビシャスドラゴン、その横にバッジオブカメリア、その外にクローズンファイヤー、赤の帽子ネバーウィステリア、内にいますね、中段あたり。そのうちに続いています。最後方にエフィシエント、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番ビジオンデタ、依然として先頭、その隣にベイカバド、これに続いてラインナップザインポート、そして大きく離れてナインセンサー、この位置です。すぐ後ろにティルトパティ、内からはミッドデイ、その後ろにハービンジャー、並んで栗色の馬体ネバーウィステリア、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。天の世界の花、この位置です。並んで8番デンジャラスナップル、先頭は依然としてビジオンデタ、ベイカバド、ほとんど差がありません。ラインナップザインポート、3番手天の世界の花、この位置から届くのか。後続集団もさあ内から上がっていきます。先頭はビジオンデタ、中に切り替えていくが、どうだろう、ここからは伸びだが、さあ伸びてきた。ハービンジャー追い上げてきた。ハービンジャーの方がいい。どっちだ、負けた。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。負けましたね、これは。世界に花、俺は際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR。 負けました。惜しかった。さあ札幌2歳ステークス、天の蓮舫登場です。6番人気か。名将ナルト、東海本、天の蓮舫、伊坂さんは20丸ついてるんだけどな。結構接戦かもしれない。一応ダイジェストで見ていきます。先方変えられます。先行策いってみるか。ダイジェストいきましょう。札幌 G3 札幌2歳ステークス、2歳限定芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。名将ナルト先頭、外から東海トーン、東海トーン先頭、あ届かないな。マイネーサベル、東海トーン、3着か。東海トーン体勢有利、東海トーン、意外、まあ、東海トーン1番人気か。まあ悪くはないけどな。しっかり勝ってほしかったから、まあ力は足りないんだろうなとは思う。疲労を取れてすっかりリフレッシュ。なんか書いてないのもあったな。さあ海外は3レース、オーケンブルースイ、天の椿、天のブラック、そしてフラケルデビュー戦です。新しく買った外国馬ですね。楽しみです。
凱旋門賞か、ブラックキャビアって距離持ったっけな。そう、凱旋門賞に出る馬をそろそろ決めないといけないですね。 iPod とかだろうけどな、普通に行ったら。実績のある馬をちょっと凱旋門賞出したいとこですね。あ、オーケンブルースリーっていう手もあるんだな。まあ元まだ5勝なんで、確実に勝てるレースに出さないといけませんし、ローテ的には間に合わないな。トバインマイルか、これもまあもうあれだからな。山のブログは10勝ですね。ちょっとどうかな、このレース次第だと思うけど、安心はできないとこですね。そう、パキスタ？どんな馬だっけ？ああ、なるほど。まあ、ちょっと前走見ていこう。かぶるレース多いな。iPod はジョッキークラブゴールドカップか。あれ？ダートはダメだろう。ダートじゃないだろう、この馬。カット。これだったら、もう普通に、これですよ、凱旋門賞ですよ。勝負根性 D なんだな。18勝上げている実績馬ですが、凱旋門賞勝てるかって言ったらそんなに甘くないんじゃないかなと思ってます。ちなみに凱旋門賞は3着か、1回挑戦しました。3着に敗れてますね。で、勝ちタイヤをどうするかですね。9勝って言ってるけど、まだ足りないな。まあ、何部杯か。え、これって、地方のレースが多いのか。何部杯は2連覇狙いますけどね。どうするかですね。悩むとこだな。何部杯、何部杯じゃないような気がする。1月を5週以降だと、まあこれとかか。でもレベル高いからな、まあ、これいきましょう。ダートマイル、半分杯はやめとこう。で、冬ソナですね。冬ソナもしっかり勝ってくれて13勝となります。リリースプレリュードに挑みます。リリースプレリュードは10月を1週か、ちょっと調子落ちそうなんで1週報告しとこうか。で、ブラックキャビア、あと2勝です。スプリンターズステークスに挑みます。調子次第です。調子はどうなんだろう、落ちそうだな。一周放牧、世界に花も20勝か。マイルチャンピオンシップか、まあいいとは思いますね。蓮舫は林道賞か、まあ、調子落ちてますね。今9月を2周だが、カレンちゃん、カレンちゃん10月を2週、うん、なんか嫌な予感。しまった、休めなかったんだ。ちょっと1週放牧に出しましょう。それか考えよう。ブルーレイも、ブルーレイはまあ2、ここは出したいですね。まだ3勝だ。ブルーレイ、精神力がちょっと低い。あ、任せてくださいか、チェ。あ、
ここで品系図って見れるんだ。ウィンドインハーヘア系統ですね。ドフォルトブルーレイがいます。さあジョッキーですね。福永騎手はなるほど BC マイル入れるのか。じゃあ武豊にこっちは任せましょう。次次走が近い馬ってなんだろう。ドローとかな。そろそろ実績上げたいですよね。いや悩むな。いや、やめとこう。あれ？あ、落ちた。調子が悪いのか。2021ノーザンダンサーターフステークス王権ブルースリー登場です。1番人気126。レース行きましょう。ウッドバイン競馬場 G1 ノーザンダンサーターフステークス芝 2400m です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オリオールフラッグ、これは好スタート。ソードジューン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオリオールフラッグ花に立ちます。その後ろからはソードジューン、この馬も上がっていく構えです。シーフォーネット、後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。デピティギャレイ先手を取りました。すぐ後ろにソードジューン、黄色の帽子オリオールフラッグ、その後ろジャッジクラウンズ、それに続いていますカンタドスプリング、それに続きます。並んで5番ランドリアスペシャリスト、その横にヘラクレスアリーナ、内からはアンシェディッパドリーム、その隣にレイディシェイクスピア、その外にシーフォーネット、並んで14番ベルディマジョリティ。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました、うん、サバナブレイベスト、すぐ後ろ並んで8番ラブウェイカタリナ、一番後ろにオーケンブルースリー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬デピティギャレイ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはジャッジクラウンズ、少し開いてオリオールフラッグ、並んで足毛の馬体ソードジューン、これに続くのがカンタドスプリング、並んで古豪ヘラクレスアリーナ、すぐ隣にシーフォーネット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ2番デピティギャレイ、ジャッジクラウンズ、
ほとんど差がありません。間を挟んでボリュームランク大外を合わせていった。まだ動きません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは一気に先頭へ2馬身から3馬身引き離す。残り 200m、 後続はまだ後ろ。勝ちましたね。ルディマジョリティ、後続は大きく離れた。完璧です。すごい、ぶっちぎった。2着はベルディマジョリティ、3着にレイディシェイクスピア。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オーケンブルースリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キザーレベルアップ。さあ次行ってみましょう。天の椿ですね。ウッドバインマイルステークス1番人気124。カレーザスキャットとか、まあタスカンイブニングがいますね。2番人気はプレザントンバドミントンなんで、結構やっぱり相手が強いかな。124なんですが油断はできません。レース行きましょう、ウッドバイン競馬場 G1 ウッドバインマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは天の椿ヘイルトレインボー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく天の椿行きました。続いて前へ行くのはヘイルトレインボー、さらにはドライクラナック、7番ホーリーコンカーズ、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはウエストカリム、大きく離れました。3番ですね。コンチネンタルスカウト、その外にカレージャスキャット、内からはトワイニングダブル、さらにはステータスリブ、その後ろにバスカンイブニング、ピンクの帽子プライスレースフィドル、その後ろ。これに続くのがインベーダーアーチ、バターテンプレンス、そのうちに続いています。しんがりからプレザントバドミントン、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてウエストカリム、ウエストカリム、さらにリードを広げます。2番手はドライクラナック、間を挟んでステータスリム。どこにいるんだ天の椿は。内だ。しかしその差はわずか。どうかな。いや厳しいな。先頭残り200m、時間上がっていくけど届かないな。先頭だ。2番手はステータスリブ、カレージャスキャット。先頭だ。先頭は3着に敗れました。1着でゴール、2着にはどうやらステータスリブ、3着に天の椿、勝ったのはカレージャスキャット。見事な勝利です。アイリッシュチャンピオンステークス天のブログですが2番人気です。115。あ、リップバンウィンクルがこれは強い。であとグロリアデーカンピオンとか強いですね。戦法変えられますがどうするか。まあでも差しかな。ダイジェストです。レパーズダウン、レバーズタウン競馬場 G1 アイルランドチャンピオンステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。リップバンウィンクル先頭、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。ちょっと1頭抜け出しましたね。完全に2番手は天のブログ、リップバンウィンクル先頭だ。リップバンウィンクル今ゴールイン、段違いの強さです。2着は天のブログ、3着にオーバーステートコメット、勝ったのはリップバンウィンクル、見事な勝利です。シオンステークス型のポニョ登場、1番人気。
ファンテミリオンか。ダイジェストです。中山 G3 シオンステークス3歳牝馬限定芝 2000m 秋華賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。片野ポニョ先頭、残り 200m、 片野ポニョ後続を大きく引き離しました。よかったでしょう。後ろはどうだ。2番手はアパパネ、片野ポニョ勝ちましたね。強い強い片野ポニョ圧勝ゴールイン。2着はアパパネ、3着にアプリコットフィズ。これが世界の実力だ。片野ポニョ出さざるを得ないですね。秋華賞いいえ、出すつもりでもいいえにします。クラブ馬が2頭、ラベリータと凱旋フィーとか、一番人気はテスタマッサとかですが、ナインエスケープ、サバ人気エイシンホッパーあたりです。ひとまずダイジェスト、阪神オープン特別ニフステークスはダート 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。凱旋フィート先頭、残り 200m、 ここで先頭変わってラベリータ、しかし残りわずか。2番手は凱旋フィート、テスタマッタ迫る、ラベリータゴールイン。2着にはどうやらテスタマッタ、3着に凱旋フィート、見事に勝ちましたラベリータ。1着3着です。さあいよいよフランケルデビュー戦となります。中山でデビューですね。1番人気父ガリレオ、母カインド。ただ本紙本命は目白スルーに奪われてしまいました。天野の馬が父親の馬いますね。ひとまず、ダイジェストいきましょう。中山新2歳新馬戦芝 1600m マイル戦、フランケルメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。フランケル先頭、残りまだ持ったまんまだ。後続はまだ後ろ、フランケル先頭です。このまま押し切るか。これは強い。メジロスルー、フランケル独走、フランケルぶっちぎりです。2着はメジロスルー、3着にエイシンバンダイ。これはものが違う、フランケル。これはね、海外出さないといけないですね。いいんじゃないでしょうか。完成度が高い。これ早熟タイプかな。楽しみです。もう海外即行かせてもいい。京成杯オータマハンデです。天野ヒーロー1番人気、天野ラキスタ2番人気に続きます。ダノン55レッドディザイあたりかな。あとは2頭とも逃げ馬はちょっと嫌ですね。ラキスタ下げましょう。ダイジェスト、中山 G3 京成杯オータムハンデキャップ芝 1600m マイル戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、トライアンフマーチ。なんか中割ってきたぞ。残り 200m、 天野ヒーロー先頭だ。2番手はトライアンフマーチ、天野ヒーロー先頭だ。勝ちました。天野ヒーローゴールイン。2着にはどうやらトライアンフマーチ、3着にダノン55天野ヒーロー、見事1番人気に応えました。天野秋さん6着か。セントウルステークス、天野線の風です。
一番人気。クラブは凱旋動画が2番人気ですね。他グリーンバーディーらも出てます。ブラックタイヤフェアか千の風って。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 産経賞セントウルステークス芝 1200m 電撃戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して天の線の風伸びてきた。グリーンバーディー迫る。グリーンバーディー差し切った。グリーンバーディー、グリーンバーディー1着、2着にはどうやら天の線の風、3着に凱旋ドンカン、グリーンバーディー見事に1着。世界の強豪の前に日本勢敗れました。これ外国招待馬か。3頭だけ、海外にアマノハウル出走です。こちらもう10勝してるんで、スプリングソング送り人は優勝には届かなかった。そばにいるねか。クラブは、結構稼いでますね。ルクエ、もうちょっとですね。高松さん、なんだっけ、なんかあの馬を出させる必要があるんだ。ちなみにスプリンターズは3頭か。ブラックキャビアだけじゃなくて天のヒーローカレンちゃんもか。しかしどうなんだろう。まだ天のヒーローにとっては早いね。しかも疲れが溜まっている。まずは2周放牧して休ませましょう。で、カレンちゃんも初小地点のやったっけ。いや違うな、これはどうなんだろう。国内であればってとこかな。まあ、いやー、でもブラックキャビアを邪魔するのはカレンちゃんよくないよな。ね、本来出てくる馬ってレースってこのレースだっけ。フォレッシュは送り人がいる。ジエベレスタ、キンシャサの奇跡がいる。これだよな、アビルドロンシャンシオだったはず。で、こうなってます。この辺は放牧です。フランケルはもう勝ってくれました、しっかり。なるほど、距離は万能中だから 2000m ぐらいが良さそうな感じですね。芝だよな、この馬。ダートなんだこのレース。じゃあこれ行きましょう。
ちょっと無念な滝豊なんだが乗ってくれない。ポニョは秋華賞、まあ行くしかないでしょう。勝負に行きます。ブログは、なるほどね、京都大商店か、距離は大丈夫ですね。ただね、疲れが心配。調子落ちてるような感じだしね。PC だとは、そうだよな。蓮舫は林道賞。まあ、しゃあないよな。世界に花は。何これ。投資だけか。あんまり嬉しくないな。じゃあ行きましょう。ネクスト。アイルランドセントレジャー、アマノハウル一番人気です。115なんで、100台後半があるんで、力抜けてない以上安心はできないね。レース行きましょう。から競馬場 G1 アイルランドセントレジャー芝 2800m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはナポリコンポージャー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくナポリコンポージャー行きました。続いて前へ行くのはエロクエントエアデール、さらにはナイトオブパッシジ、9番インペリアルジョン、その後ろ先手を取ったのはナイトオブパッシジ、これに続くのがイリリウのウィナーズ、その後ろからはヒンドリベイユ、青の帽子バンクスチョイス、その後ろカレラファンタジスタ、そのうちに続いています。その外からフラッシュオブガラ、並んで栗色の馬体、スティーブスストライク、リーフトースト、この馬もこのグループ、フランクスリップストリーム、それに続いています。カバルリーマン、すぐ後ろアマノハウル、後ろからになりました。これに続いてクイックリーセルカーク、しんがりからケアミスロージンズ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番ナイトオブパッシジ、依然として先頭、すぐ後ろにエロクエントエアデール、その隣にインペリアルジョン、大きく離れましたイリリウのウィナーズ、すぐ後ろにナポリコンポージャー、その外にバンクスチョイス、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。フラッシュオブガラ、それに続きます。並んで古豪リーフトースト、内からはヒンドリベイユ、並んで12番スティーブスストライク、その横にカレラファンタジスタ、すぐ後ろにフランクスリップストリーム、アマノハウル、後ろからすぐ後ろにカバルリーマン、その後ろにケアミスロージーズ、並んで10番クイックリーセルカーク、前の方からもう一度、8番ナイトオブパッシジ、依然として先頭、すぐ後ろにインペリアルジョン、その後ろにエロクエントエアデール、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として8番ナイトオブパッシジ、どこにいるんだ、インペリアルジョン、ほとんど差がありません。エロクエントエアデール、3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、しかし伸びがないね。先頭あと 200m、 ライトオブパッシジ後続を、ようやく中を割っていこうとするが届きそういない。ナポリコンポージャー差し切った。ナポリコンポージャー1着、2着はライトオブパッシジ、勝ったのはナポリコンポージャー、見事な勝利です。7着惨敗となりました。さあラジオ日本賞、凱旋別に、凱旋華麗なるが出てます。別に江坂さんが20丸つけてますね。そして一番人気はリオンリージ、一番人気マイネルトゥイール、
まあよくわからないけど、中山オープン特別ラジオ日本賞ダート 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m、 エルバラタックス追い上げてきた。2番手は凱旋カレーナル。この足色はどうか。エルバラタックス差し切った。エルバラタックス1着、2着にはどうやら凱旋カレーナル、3着にリオンリージ。見事に勝ちました、エルバラタックス。ローズステークス、天のそばにいるね、1番人気です。2番人気天のトゥルース。天のそばにいるねがグリグリとなります。凱旋浅田真央もなんかおりますね、クラブワンの中では。変な争いかな。さあ天のトゥルースは先方変えられます。思い切って先行策でいってみましょう。ダイジェスト、阪神 G2 関西テレビ放送賞ローズステークス、3歳牝馬限定芝 1800m、こちら秋華賞トライアルです。4コーナーカーブから直線コースに向きました、凱旋浅田真央先頭。さあ天のトゥルース一気に来た、凱旋浅田真央先頭。残り 200m、 先頭は変わって天のそばにいるね。2番手は天のトゥルース。これは強い、ぶち切ったな。天のそばにいるね、この馬で決まりか。天のそばにいるね、今合輪段違いの強さです。2着は天のトゥルース、3着に凱旋浅田真央。これが G1 馬の実力だ、天のそばにいるね。ワンツーフィニッシュです。距離短縮、ドローのみの出走か。これでもう開発できないんじゃなかったっけ。これでもうクラブもここまでかな。商用馬道とかもスペースがないからダメだろうな。集団馬も2なんかもダメってことですね。さあローテ決めか。ここは出ないからな。レイホは林道賞、でも調子がな、今一歩なんだよな。一周放牧しとこう。ツイッターはラガルディ優勝です。でフランケルがレーシングポストトロフィーだが、なんか嫌な予感がするな。一瞬放牧しとこう。オルフェーブルもインタビューが近い。ポニョとそばにいるね、もうそばにいるも距離は大丈夫だから、当然秋華賞に出す。ん？ああ。そばにいるね、もう放牧。トゥルースが天皇賞秋。トゥルースってなんだ。ああ。どうしようかな。あんまり出したくないな。まだ早いかな。むしろ、牝馬限定の方を出したい気はします。あ、なんか弱そう。ここ、チャンスだと思います。ここは分からん。で、iPhone。
カレンちゃん、ルーラシップは、ルーラシップが取りに行きたいんだよな、空き店。ブルーレイもでも狙いに行く、でもダートでもいいんだよな、ブルーレイは。まあちょっと待って、レース考えよう。 2000m がベストではある。芝もいける。ちなみに芝ダートの成績はちょっとわからんな、どっちがいいのかは。3歳の芝のレースってあったっけ。まあ、ハリウッドダービーは出しましょう、時豊かで。もう1レースを何に出すかですね。もうまあオス馬だからな、小泉がいるんだ。 1400m ギリギリだな。東海トリックとか出せるレースか、弱そう。ていうかなんでこんなに賞金高いんだ。行きましょう、ブルーレイ。これは乗ってくれないんで、 C 機種で2周放牧かな。てかブルーレイちょっと調子を上げましょう。不正か、投資。調子を上任せるのはちょっと弱いな。まあ使っちゃおう。ちょっとじゃないほど上がった。これ勝は6勝ですね。距離は全然大丈夫、送り人。でブエナビスタはもう12勝してます。でブラックキャビアあと2勝で、金札です。初音ミクは4勝上げてますね。あ、彼も彼女も空き店出るんだ。いや空き店じゃないような気がするがな。4歳馬か。芝だな。ちょっと調子がな、心配だよな。あ、ここ出せる。これメンバーは実なんで。くれないんで C 機種。まさかり、道路がと芝も行けます。ニコ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 は5勝ですね。今カニカミもいますが、カニカミは急所なんで、もう条件を満たしております。10月1週だから放牧はできないんだな。
JC 距離長いよな。まあ分からん、放牧してから決めた方がいいと思います。放牧は一周で十分でしょう。ある日は何勝、10勝上げてますね。春日はこれの次はどこに出るんだ。まあまあいいんじゃないかな。春日はダート馬ですね。バウアーはあと1勝です。エネループはシリウス、まあ順当じゃないかな。キャンも一勝しかしてない。スマートハルコンです。 JBC クラシックに出ますね。一周放牧しましょう。でゲド戦記9勝。来週は結構重いな。ゼニアッタもいますしね。小泉ちょっと休めないよな。 JC は違う。この馬は出しちゃいけない。そう、出すとしたらここじゃなくてここだろうな。で、iPod が凱旋門賞です。で、ブログが アミーゴはもう大丈夫。想定内がまだ G1 取ってない。ウソナーが13勝。リリースプレジュードに出ます。でキーシャサが G エベレスト、今年いっぱいですね。なんかすごいなこれ、伸びしろ。キムチーが JBC スプリント、で世界に花はマイルか。マイルでもいいんだけど2000がベストですね。まあ、本来であれば天皇賞とか 2000m 芝とかだろうな。これダートなんですよね。なんでここ行ってみましょう。ちょっと一旦様子を見て、であと勝ちタイヤがダートマイル、一周放牧です。じゃあ行きましょう。日本テレビ杯天のドロロです。2番人気1番人気トライセンドとなっております。マコトスバルピエロもなかなか強いですね。さあドロロ戦法選べます。差しで行ってみましょう。ダイジェスト船橋競馬場 JPN2 日本テレビ杯ダート 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。トランセンド先頭、外からマコトスパルビエロ、ここで先頭に立ったマコトスパルビエロ。さあ詰めてくるが3着までか。マコトスパルビエロ1着、2着はトランセンド、3着に天のドロロ、勝ったのはマコトスパルビエロ。
オールカバーレスクラブバー凱旋ヘルシオと凱旋リベンジが登場。ヘルシオは七夕賞関谷記念と1着取ってます。アネストリーとオアシスセッションか人気は。まあ、凱旋リベンジもチャンスがないとは思わないですね。チーフズプリマもいますが、ダイジェスト中山 G2 産経賞オールカマー芝 2200m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、アーネストリー先頭、残り 200m を通過してアーネストリーアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手は凱旋ヘルシオ、アーネストリー1着、アーネストリー完勝。2着は凱旋ヘルシオ、アーネストリー見事な勝利です。神戸新聞杯は菊花賞トライアル、育児馬人気クラブ馬ビクトアルピシャピサが1番人気、凱旋赤壁も2番人気ですね。ビクトアルピサがグリグリとなっております。でローズキングダムが2番人気、エーシンフラッシュ、凱旋赤壁の順か。ダイジェストです。阪神3歳 G2 神戸新聞杯芝 2400m 菊花賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ビートブラック先頭、外からビクトワールピサ先頭、トゥーザグローリー2番手、手応えはどうか。残り 200m、 先頭はビクトワールピサ、残り 100m、 2番手はトゥーザグローリービクトワールピサ、この馬で決まりか。ビクトワールピサ1着、ビクトワールピサ完勝。2着はトゥーザグローリー、これが G1 馬だ。ビクトワールピサ、ワンツーフィニッシュ。お、ヤマガールがデビュー戦となります。血統はゼノロブロイエアトゥーレです。大量出走です。この週を最後にしましょう。武豊か2走しか乗せてないんだ。まあそうか、ブラックキャビアも楽しみですね。電撃戦を目撃せよ、汚れなき黒い宝石。ブラックキャビア一挙ムードとなっております。おっと、トーマ家族、女の子です。これでまた家族が増えた、3人目か。すごいな、血統表、表示切り替え。あ、違う。こんな感じですね。本人が46歳で。矢野川結子が24歳、欧州騎手。なんか家族を。ただ一生しかしてないんだけど、では、勝ちたいんやが、ポットは凱旋門賞を、
春は、なるほどね、どうするかですね。まあ、11勝で2500はちょっと長いな。2800はちょっと長かったかも。なので 2000m とかかな。ただやっぱり勝ててないからな、近況を。これってレース出るな。フェイトがいるんか。あ、フィステックスレース出てる馬がいない。ちょっと出してみましょう。予選期が9勝。これあと2勝ですね、オーケンブルースリーは。ジャパンカップか。どうしようかな。いや、確実に勝てるレース狙っていった方がいい。メンバーだよな。10月を3周はここか。本当はここ出したいよな。ニコニコもいんのか。ここはアイランドセントレジャーの一着馬がいる。あとこの辺ですね、ロイヤルオークショーはイギリスセントレジャー勝ってる馬がいるから。ブルーレイがいるんだよな。ブルーレイは、ブルーレイどうなんだろう。他となると、まあ、小泉とかいるから、まあ、これもなかなかレベル高いし、まあ、ルアートアベルもこれ出そうか。ブルーレイを変更します。ブルーレイをローテ変更かな。これだったら、こっち出します。ヤクナガか。だから C 機種しか乗ってくれないんだ。JC はちょっと距離が長い。 JC はむしろマイル戦ですよね。頻波限定マイルとか。まあ、ここでもいいけどな。いや、あ、アミーゴがいる。アミーゴってどんな馬だっけ。あ、アミーゴ満たしてるんだな、基準。まあ、ここにぶつけてもいいかもね。あとは、頻波限定でマイル戦はないんで、ここか。まあ、出す馬がいなかったら、ここ出しときましょうよ。ヒーローは空き店、どうなんだろう。距離が微妙に長いな、空き店は。ヒーローはちょっと海外はまだ足りないんで、ヒーロー楽勝ではなかったよな。なんで、まあ、毎朝刊とか出してかな。3週以降のレースに出して、ステークスとか全然あるよな。
ザカリン？距離は大丈夫なんだが、距離は大丈夫。ルナシップはまだ3勝なんで勝ちたいですよね。アラフォー？アラフォーってどうなんだろう。ポニョが周華種、ポニョとそばにいるルナシップ箇所、まあ、ぶつかるしかないですね。トライアル勝った馬だけに。アイフォンって何勝？まだ1勝もしてないのか。入球した馬がいるね。そう、ヤマガールだ。で、芝。ちなみに誰が乗るの？黒田騎手か。若い騎手に乗せてあげるのがいいですね。35歳か。お、藤岡くんか。でも藤岡くん長くなかったと思うんだよな。田辺くん、はい、では行きましょう。ロデオドライブステークス、マノイナバウは一番人気です。128、他113のオワーズメッセージぐらいなんで、しっかり勝ってほしいですね。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ロデオドライブステークス芝 2000m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオレシアナバハミアン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオレシアナバハミアン行きました。続いて前へ行くのはブラブドネスサキン、さらにはオフショアウィッシュシュン、14番アマノイーナバウアー、その後ろ先手を取ったのはブラブドネスサキン、インプライドオフェンシブ、それに続いていますオワーズメッセージ、それに続きます青の帽子ネーベルキッド、その後ろこれに続いてザゴラ、並んで3番ブロークンネイル、その外にアポロスターク、内からはジャイアンツハンド、これに続くのがレリナ・デュネット、その隣にメイプルチェーン、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、しんがりからタイトル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。古豪グラブドネスサキン依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはインプライドオフェンシブ、少し開いてオフショアウィッシュシュズ、その外からオワーズメッセージ、並んで5番ネーベルキッド、オレシアナバハミアン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はさあ上がっていった。
2番手は天野イーナバウアー、これは絶好の手応え。間を挟んでフォワーズメッセージ。3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって天野イーナバウアー、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手はブラッドネスサキン、圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着はブラッドネスサキン、3着にザゴラ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天野イーナバウアー。まさしく日本が世界に誇れる馬です。ブエナビスタです。フラー招待、ステークスですね。1番人気、131116のフォーエバートゥゲザー、まあ、名前のある馬ですが、この辺ぐらいですね。まあフォーエバーもまあ知られた馬ではあります。さあでも勝ってもらいましょう。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 フラーボール招待ステークス芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、クワイタロッキー前に行きそうです。シモンスピリッツそれに続いています。さらにはモアフォーエバー、 G1 馬ブラムタッチその後ろ、先手を取ったのはモアフォーエバー、イーディスリッパーズそのうちに続いています。その後ろにサリーダンスーズ、その後ろにフォーエバートゲザー、これに続いてエイリーンズアドラブル。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで13番レッドディザイア、内からはオマリットイタジャラ、その外にプロビソ、ブエナビスタ、後ろからになりましたオレンジの帽子プロモスバーバリー、その後ろ最後方にネバーインテンシファー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番モアフォーエバー、依然として先頭、すぐ後ろにブラムタッチ、大きく離れましたイーディスリッパーズ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として10番モアフォーエバー、ブラムタッチほとんど差がありません。間を挟んでイーディスリッパーズ、3番手ブエナビスタ、この位置から届くのか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はモアフォーエバー、内からはブラムタッチ、ブエナビスタ、上がっていったブエナビスタ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。一気先頭へ、一米王者意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 ここで先頭変わってあとはぶっちぎるのみ。2番手はプロビソ、ブエナビスタ、この馬で決まりか。ブエナビスタ、おー大差がつきましたね。ぶっちぎりです。2着はプロビソ、3着にオマリットイタジャラ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたブエナビスタ。まさしく日本が世界に誇れる馬です。キューバ審査ですね。さあ天野ニコニコジョーハーシューターフクラシックステークスに出走、一番人気123、リトルマイクが116、よくわからないリトルマイクですが、コードビジョンは仕上げてますね。バス先行策は有利ですね。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジョーハーシュターフスラクラシックステークス芝 2400m です。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはオシアンステータス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオシアンステータス行きました。続いて前へ行くのはリトルマイク、さらにはバトルタウソン、栗色の馬体ディーンズキトゥン、その後ろバトルタウソン先手を取りました。好位置をキープしています。天野ニコニコ、その外にクールアウェイ、その隣にウィッシュメモリーズ、すぐ隣にチャンプペガサス、プリムデックスプロテクター、すぐ後ろ緑の帽子フォレストスープ、その後ろこれに続くのがトリッキーシカラード、並んで3番スピードウェイコートシップ、その外からアルファベットインソレンス、最後方にコートビジョン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。11番リトルマイク、リードは1馬身から2馬身、これに続いてバトルタウソン、集団ですね。そして大きく離れてチャンプペガサス、この位置です。並んで13番ディーンズキトゥン、その外にフォレストスープ、並んで10番ウィッシュメモリーズ、その横にクールアウェイ、天野ニコニコ、いい位置です。すぐ後ろにプリムデックスプロテクター、3コーナーに入っていきます。オシアンステータス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として G12勝、リトルマイク、リトルマイク後続を引き離す。2番手はバトルタウソン、間を挟んでディーンズキトゥン、3番手天野ニコニコ、まだ来ない、後続も追い上げていきます。さあ先頭はリトルマイク、さあニコニコ上がってきた。バトルタウソン、天野ニコニコ後位を追走、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。追い出す、日米王者意地のぶつかり合い、先頭に踊り出る。残り 200m、 ここで先頭変わって天野ニコニコ、2番手はリトルマイク、チャンプペガサス迫る。何とか勝ちました。天野ニコニコ1着、2着にはどうやらチャンプペガサス、3着にリトルマイク、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。6個目あと2つですね。シャドウウェルタフマイルステークス、天野ハニカミ1番人気となります。コーレスに天野ゲド戦記も登場、ハニカミ135、ゲド戦記127ですね。ライバルになるのはカレージャスキャットあたりかな。気合も乗っております、要注意。さあゲド戦記戦法変えられますが、特に変える要素はないです。このままでいきましょう。レースです。キーンランド競馬場 G1 シャドウウェルタフマイルステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダークイレブン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してダークイレブン花に立ちます。その後ろからはジェラニーも、この馬も上がっていく構えです。カウントオブウエスト、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からこの辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭は天野ハニカミ、短期の逃げに持ち込みたいところ、その隣にダークイレブン、ジェラニーも、それに続いています。その後ろからはカレージャスキャット、並んで9番インパーフェクトチャイムス、すぐ隣にキャンバスキャロル、ショーケースネイチャー、この馬もこのグループ、ポスターレポート、そのうちに続いています。その外に天野ゲド戦記、ピンクの帽子ガイドブックノバ、その後ろ先頭は依然として天野ハニカミ、ダークイレブン、ほとんど差がありません。間を挟んでジェラニーも3番手、さあ天野ハニカミこのまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。天野ハニカミゲド戦記の方が足がいい。天野ゲド戦記残り 200m、 内からも来ている。天野ゲド戦記2番手はカレージャスキャット、いや、ゲド戦記だ。天野ゲド戦記1着、2着はカレージャスキャット、3着に天野ハニカミ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野ゲド戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。10個目ですね。ハニカミは3着、サンチャリオットステークス、天野初音ミク1番人気となります。サプレザーが登場ですね。リリーオブザバレーあたりもいますが、初音ミクが、一応は
抜け出てはいる感じです。レース行きましょう。ニューマーケット競馬場 G1 サンチャリオットステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天の初ネミック、これはいいスタートを切りました。スペシャルデューティー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく天の初ネミック行きました。続いて前へ行くのはスペシャルデューティー、さらにはタイフーントレイシー、10番フラッシュオブウィナーズ、その後ろ先頭はなんとなんと天の初ネミック。場内も大歓声。これに続いてソングラインドール、スパークラブリー、それに続いています。その外からキャプティブスクリーン、その隣にクオリティファンキー、これに続くのがリリーオブザバレー、アフェアスバラージ、それに続きます。その外にストライプミザール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。センセーションスイフト、そのうちに続いています。さあ先頭はまだ G14 勝天の初ネミック、2番手はタイフーントレイシー、間を挟んで、さあ初エミク追い出した。残りあと 400m 長い直線、さあ外からも来てるぞ。ちょっと足が鈍ってきてる気もするが、勝てるのか。ダメだ、垂れた。サプレザ差し切った。4着まで。1着2着にはどうやらリリーオブザバレー、3着にタイフントレイシー、勝ったのはサプレザ、見事な勝利です。レディースプレリュード、天の冬ソナ1番人気、天のキャンキャン2番人気、2頭出走です。あとラブミーちゃん、東方ドルチあたりがいますね。天のキャンキャン先方変えられます。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、大井競馬場 JPN2 レディースプレリュード、牝馬限定ダート 1800m 地方交流重賞です。さあいよいよ直線の攻防、ラブミーちゃん先頭、天の冬ソナ先頭、引き離しにかかる。あと 200m 先頭は天の冬ソナ、天のキャンキャン頑張れるか。天の冬ソナ先頭、2番手は天のキャンキャン、天の冬ソナ1着、2着は天のキャンキャン、3着に東北美人、これが G1 馬だ。天の冬ソナ、キャンは2着。シリウスステークスです。天のエネループ2番人気、天のつぼみ3番人気、天の宮8番人気と、でクラブは凱旋マリコ犬も登場。でも藤のウェーブですね、1番人気は。アドマイアスバルも要注意っていうとこですね。さあ3頭とも戦法変えられますが、展開的にはそれぞれ別に有利不利はないんで、このままいきましょう。ダイジェスト、阪神 G3 シリウスステークスダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のエネループ先頭、リードは2馬身から3馬身、 あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。一気に凱旋マリコイヌ、凱旋コンマリコイヌだ、先頭だ。凱旋マリコイヌ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。俺は際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。マリコイヌ完全に抜け出してますね。おっと、首の上げ下げになってる。マリコイヌが勝ちましたね。つぼみがキザレベルアップ。
さあ、スプリンターズステークスブラックキャビアですね。ヘイザーさん、エイシンドーバーがいます。凱旋キアイダーも出てますね。一番人気2番、ウルトラファンタジーだと BB ガルダンとかか、ハリダットなんかもいますね。キアイダーもちょっと要注意です。実はさあ、レース行きましょう。秋の、中央 G1 第1弾スプリンターズステークスは中山競馬場芝 1200m の電撃戦となります。さあ、ブラックキャビア、果たして勝ち切ることはできるのでしょうか。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ、 G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ、最後は大外枠のエイシンドーバー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アグネスジェダイ好スタート、綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はアグネスジェダイ、これに続くのがブラックキャビア、さらにはヘッドライナー12番 BB ガルダ、その後ろヘッドライナー先手を取りました。ウルトラファンタジー、それに続いています。その外にアイルラバゲイン、内からは電車道、並んで6番スプリングソング、エルスクリーン、すぐ後ろその隣にパリダット、すぐ後ろにエイシンドーバー。さあ、先頭はまだ11番ヘッドライナー、2番手は BB ガルダ。さあ、上がっていった。3番手にブラックキャビア、ブラックキャビア。さあ、ブラックキャビア、このまま逃げ切れるでしょうか。ブラックキャビア先頭、残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。2番手は BB ガルダン、これはぶっちぎりだ。この馬で圧倒です。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は BB ガルダン、3着に凱旋キアイダー。ブラックキャビア、春の高松の宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、短距離王です。スプリント界の頂点に立ちました。ウィニングランです。スプリント3連覇ですね。パパネか。さあ、これも結構出ますね。テンマプラムは毎朝かダレミ、ダレミ強いですね。海外遠征は5レース5頭です。ゼニアッタが南部杯出ます。iPod あれ、エビーな機種になってる。なんで、あ、 iPod、 まああれか、金札確定してるからか。
さあまずイナバウ結構一着多くて良かったですね。今回はイナバウはこれで8勝ん、これは金札確定、地方交流住所がなかったら金札確定ですが、そうですね、地方交流住所がないですね。これアメリカンオークスが初だっけ。まあ晩成なんでまだこれからです。すっかり本格派となりましたね。金札確定したのでどんなレースでも安全に出すことができます。さあ何出すかですね。ジェシー行ってもいいんじゃないかな。別にちょっと待って、スタートもいけるんだこの馬。やってみるか。あ、ここもあるしな。ここちょっとゼニアッタステークスっていうのに挑戦できるんだ。武豊かねえ。 JC はちょっとパス。オックスプレートとかあるけど、まあここでいいでしょう。 BC ディスタフに挑戦させます。ブエナビスタはどうするか、牝馬ですからね。有馬記念か。有馬記念距離長いよ。秋天の方、秋天挑戦させてもいいこともないか。4周あればそれなりに走れるんだけど、初音ミクがいる、小泉いる。2400はまあギリギリかな。ここはレースがない、出る馬がいないな。とこの辺か。世界に花がいるからあんまり出したくないな。挑戦する。マイルもあるし、今2400もあるが、行ってみましょう。有馬はどうかな。有馬行くんだったらねえ、小泉とともに香港カップ行くわ。ん、ハウルは富士ステーク、でニコニコがこれで何勝、あと2勝です。カナディア国際に出ます。しっかり勝ってもらってリーチをかけてほしい。でゲド戦記がマイルですね。マイラーなんでマイルは正解。ハネカミが、ハネカミはマイル出るんだ。ハネカミは9勝、まあ、マイルでぶつかってもいいかも。ゲド戦記何勝、10勝だからな。三上をマイルなんでマイル出ましょう。三上とゲド戦記のぶつかり合いかな。三上はまだ4勝か。まあ、遅めだからな。健康か。
スピードも落ちるんだよな。で、冬ソナ。リースプルジュールをしっかり勝ちまして、チャンピオンズカップか。ちなみに、戦後の2300。ここ出すレースは、キャンキャンドロロが出るのか。ここに出してもいいしな。1500だから、春日とかもいるんだ。なんで、ナバワって何勝だっけ？ 8 勝か。出してみるか。でも、武豊で行きます。で、キャンキャン、なかなか勝ち目に遅い感じはします。いやー無理でしょう。 なんで1200位出すんだ。オープン特別でいいと思います。でちょっと調子が悪い。ここでしょう。普通に。で、グーはアルベバラまで出さない言ってますが、そうはいかない。2000か2200をダート戦か。3400万。もまもここだよな、結局は。で、ブラックキャビ、ドロロが。ちょっとマイルは長いんでないです。選択肢としてはありえない。短距離 G1 だな。えってよ、これもいいと思う。ハンガーホードってどんなレースだ。 G1 じゃないんだ。ナンソープが G1 なはず。今なら強すぎでしょう。あとは芝のみだな。これとか。あ、金車差出るんだ。じゃあここですね。ダメだ、武豊乗ってくれない。ブルースリーと椿が武豊がかぶってる。10月3週何に乗るんだ。これだ。あ、選ばないといけません。 iPhone はまだ G1 取ってません。しかしブルースリーは、椿は当確、ブルースリーは取らないといけない。アメリカ、アメリカ、欧州、ブルースリーは悩むな。
落とせないからな。iPhone どんなレース？タキュータカイしないと誰が選択肢なの、まあ C 機種でいいかな。チョッキのかぶりをチェックしてないことを確認。iPod がトップだ。あ、でも最上位なんだな。まあ実績はあるかな iPod。悩むなぁ。ほっこたるまい。はい、ということで、ここまでとしましょう。最後にクラブ見る。クラブ2位は、順位は2位。ユニクロは残念ながら売れなかった。2位やけど、まあ3億差か。早く優勝したいよね。はい、ということで、短距離戦で、ダートですね。スマートファルコン。送り人なんだ。キンシャサ、ブラックキャビア。こんなのもあります。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。ウィニングポスト9 2021のライブ配信でした。今回の配信はツイッチでお送りしました。ぜひツイッチアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch, my account follow, please。また、この動画のアーカイブを YouTube にプレミア公開でアップロードいたします。プレミア公開は2日後、10日21時頃の配信を予定しております。ぜひ YouTube にもYouTube でもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。This Live Archive My YouTube チャンネル。プレミアライブ、2 days after。旧 Twitter である X のアカウントも持っております。Twitch のチャット欄に
アドレス記載しています。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォローアンドリポストアンドグッドボタンプリーズ、はい、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。